復元された、関西の羅針盤現代の比重、天候怪物に見える静止の主たる五皇帝古代、中国の四大発明は古代中国においてなされた四つの発明で、当時の中国の先進性を示すものである。四大発明とは、お指す。フランシス・ベーコンは1620年のノブム・オルガルムの中で、印刷術、火薬、羅針盤の三つを、 起源は、はっきりしないが古代には知られていなかった最大の発明として挙げた。その200年後、中国宣教師のウォルター・ヘンリー・メドハーストは1840年の中国の現状と展望の中で、これらが、いずれも中国人の発明によると指摘した。ジョゼフ・エドキンズは、中国人の発明として、静止を加えて4つにし、現在のリストが出来上がった。後、 20世紀のジョゼフ・ニーダムによって有名になった。これらの4つの発明は中国文明だけでなく世界に多大な影響を与えた。しかしながら近代中国の一部学者は4大発明はシルクロードがもたらした東西の技術的交流を強調するものに過ぎず他の中国の発明の方がおそらくより高度で中国文明にとって より影響力が大きかったと主張する。ありがとうございます。